こんにちは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、ボスコンくんちゃん、特にボスくんをメインに撮影して、息子と一緒にトークしていきたいなと思います。こんにちは。はこんにちは。じゃあね、早速今日のお散歩はどうでしたか？楽しかった。楽しかったですか？何が楽しかったですか？散歩が散歩が楽しかった。どう楽しかった？遠くに行ったり、遠くに行ったり散歩ができて楽しかった。楽しかった？今日は暑かったですか？まあね、今日はね、こんな感じでね、パパトークとね、息子と散歩どうでしたか的な感じでね、トークしたいなと思います。ちなみにこういったトークはね、初めてです。いつもね、パパがね、早口トークしているので、息子がね、トークするのは初めてなんですが、まあよかったら最後までご視聴ください。ちなみに今ボス君ね、サマーカットね、少しずつしていますよと言うているんですが、まだずっとね、後ろ半分だけです。ちょっとね、ライオンっぽくなっていますが、どうでしょうか、息子はどうでしょうか、これを見て。かっこいい。どう、かっこいい？まあね、毎日着るの大変なんですが、もう少しずつね、もうね、今までだとね、毎日30分ぐらい着ていたんですが、最近ね、もう暑くて暑くてね、汗かきながらね、切ったりすると、もう鼻や顔やそこら中につくんで、切ったり切らなかったりしていますが、ボス君ね、下半身だけ涼しいです。ということでね、まあ今日お散歩してるんですが、花粉症か、鼻すすってるけど、まあね、息子は鼻すすりながらなんですが、鼻かんでこいや、鼻をね、息子は噛みに行きました。まあ、パパも花粉症でね、息子も花粉症でね、鼻が垂れてきます。鼻水を垂れなくね、パパトークしてるとね、鼻声になります。ということで、まあね、今日はね、こんな感じなんですが、娘もね、一緒にお散歩していますが、音声はね、一緒にすると聞くと、いやいやと言っていたので、息子と二人でね、パパトークしています。ちなみにお散歩途中ね、遠くまで行ったらね、ご近所さんと出会ってね、びっくりしました。こんなところで出会うのと。まあね、いろんな出会いがあるお散歩でしたが、まあね、柴犬に出会ったり、いつものね、ワンワン言う猟犬に出会ったりね、本当ね、いろんなワンちゃんと出会ったんですが、今回のお散歩で何が一番楽しかった？何やろ。何ですか？遠くに行くこと？遠くに行ったことが楽しかった？遠くに行って、どうやって暑かったやろ？なんか同じこと言うねんというようなね、こんなね、パパトークの質問ですが、ワンワンクイズなんかもね、しようかな、どうしようかな。ワンワンクイズの本は多分ね、ベッドのとこかな、ベッドのとこを持ってきて。分かった。今ね、息子がね、取りに行ってくれてるんで、取りに行って戻ってきたらね、ワンワンクイズね、しようかなと思います。まあね、初めてね、息子と一緒にね、こうやってパパトークしているんですが、ほぼね、パパが喋りっぱなし、もういつもの癖でパパが喋りっぱなしなんですが、本当この日はね、とにかく暑くて、もうね、汗だくでした。もう汗だくで。ちなみに明日はね、これの続きです。おっと、息子が戻ってきましたので、パパトークね、したいなと思いますが、次はね、これやな。準備はいいですか？みんな、答え見たらか。ほな、息子も一緒にね、考えてもらおうかなと思います。いきますよ。ワンワンクイズ第83回。犬に与えてはいけないものは、犬に与えてはいけないものは、1番、玉ねぎ、2番、生肉、3番、キャベツ。さあ、どれでしょうか？どれだと思う？1番。1番の玉ねぎ。1番の玉ねぎ、じゃあ皆様いいですか？準備はいいですか？じゃが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 じゃん、1番の玉ねぎでした。ということで、隣でかなり喜んでおりますが、これはね、ワンちゃん猫ちゃんね、飼われてる方、猫ちゃんも同じです。絶対にね、玉ねぎを与えないでください。犬が玉ねぎを食べると、血液中にある、血石球が、壊してしまいます。ということでね、血石球が壊れてしまいます。血石球は全身の酸素を運ぶ役割があるので、呼吸が苦しくなったりぐったりしてしまいます。そしてね、溶血性貧血という血液の病気になる可能性がありますということで、もうね、ワンちゃんがハハハハ苦しんでいたらね、
ひょっとしたら玉ねぎ食ったんちゃうかとか、ね、もちろんこれからの季節ね、夏バテとかもあるんですが、もしね家の中で何か食べてしまった時は疑ってみるのも一つかと思います。すいません、鼻すすってばっかりで。じゃあ行きますよ、ワンワンクイズね、もう一問行きたいなと思います。ワンワンクイズ第84回、準備はいいか、うん、行くぞ。犬が食べてはいけない果物は、犬が食べてはいけない果物は、これはね、まあ、パパは知っていますが息子はね、絶対知らないかな。どうなんでしょう、行きますよ。1番リンゴ、2番イチゴ、3番ブドウということでね、1番リンゴ、2番は息子の大好きなイチゴ、3番ブドウということで、わかるかな、どれやと思う、ブドウ、ブドウ、じゃあ皆様準備いいですか、息子はブドウです。いきますよ、じゃが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 じゃん、答えは3番のブドウです。やったよくわかったな、よくわかったな、これはね、息子正解しましたが、多分ね、わからなかった方もいるんじゃないでしょうか。結構ね、 YouTube のお友達でもね、バナナあげますよ、リンゴあげますよとかね、いろんな動画あげていますが、ブドウはあげてはいけません。犬はブドウを食べると、急性腎不全という病気になり、腎臓が働かなくなったりしますということでね、ブドウを食べると腎臓が働かなくなるということです。ちなみにね、パパもね、玉ねぎあげたらあかんとか、ブドウあげたらあかんとかね、他にもあげたらあかんもんはいっぱいあるんですが、なんであげたらいけないのか、というのはね、知ってることもあれば知らないこともあります。ブドウあげたらあかんよと知ってはいるんですが、あげたらどうなるのかとかね、そういったことをね、知っとくのもね、またね、何かあった時のお医者さんに伝えやすいかなと思いますが、ということでね、まあ今日はね、この辺でパパトークじゃないや、ワンワンクイズ終了して、動画ももうそろそろ終了となりますが、今日、そしてね、今日の続き明日はね、桜が咲いてるところをちらっとお散歩したり、まあね、いつもと違うね、お散歩道、遠くまでお散歩行ってきました。もう1時間半ぐらいね、1時間半ぐらいずっとね、テク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 、ボスコンコインちゃんと息子と娘とね、お散歩行ってきたので、よかったら明日、そしてね、あさってもね、動画の時間的にね、だいたい10分ぐらいで区切ってるんで、あさってもいけるかなというような感じですので、今後ともボスコンコインちゃん、楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、最後にね、息子に聞いてみたいなと思います。初めてこうやって、パパトークと一緒にトークしてどうでしたか？楽しかった。もう楽しかったしか言わない。これも小学生あるあるです。小学校の頃ね、作文とか日記、夏休みの毎日日記、何書いていたかというとね、今日は楽しかった、今日も楽しかったとかね、暑かったとかね、多分ね、女性の方はね、少ないかと思いますが、男性の方も特にね、パパみたいなね、陽気な方はね、毎日ね、暑かった、今日は楽しかった、今日どこどこに行ってきたとかね、海に行ったとか川に行ったとかバーベキューしたとかね、そういったことを書くんですが、いつも先生に言われておりました、海に行って何が楽しかったのとか、誰とどこにいつ行って何が楽しかったのとかね、噛みました、よく言われていましたが、まあね、息子はね、こうならないようにね、頑張って勉強していただきたいなと思います。じゃあね、残り短い時間 BGM とどうぞ。